暗愚たる公孫円の野心は芝一族の英知によりついえた。その翌年、魏では皇帝宗英が没し、後継として宗法が即位。宗英の意思により芝居と曹操が新帝の補佐を託された。これに対し大将軍である曹操は芝居のさらなる台頭を危惧。芝居を疎んじ、自らが魏軍の実権を掌握せんと画策する。一方芝居は曹操を無能と断じ、その動きを静観していた。5年後、曹操は自身の実績を作るため蜀侵攻の軍を起こす。芝居は曹操からの出兵要請に対し自らの子らを送り出した。戦の中、軍略の良し悪しを見ることも若い者には経験となると、かくして芝氏、芝将、荷重、趙春華が高青山に立つ。かつて英傑が地位を競った漢中の峰々に若者たちは何を見るのか。芝資源、天下の頂点を目指すぞ。もう少しなんとかならんのか。アホと見られるといらぬ厄介事を招く。今はお前しかいないだろう。それに俺は本物のアホだ。今はそうやってほうけた真似もいい。だがお前のその大気、直に天下を受け止めることになる。相変わらずだな。買いかぶるなって。師匠、お前の器必ずや目覚めさせてやる。どんな手を使ってもな。戦も人も私の思い通り。おお、これは奥方様、芝居殿におかれましては。戦場で無意味で陰気な挨拶。この夫人も冗談としか。あなたわざと負けて義を滅ぼす気？いえ、決してそのようなことは。大祖曹操の代より葬儀の戦は覇者の戦。私はそれに習い正々堂々と進むのみです。おかしな人、答えにならない理由を必死で話していても時間の無駄ね。この戦早く終わらせてしまいましょう。進め、高青山に誇る職務を一掃するのだ。おバカさんが自滅するのに付き合わされる。本当に迷惑だ。敵の奇襲部隊が現れました。狙いは本陣とのこと。
倒されている。逃がさず討ち取るぞ。さすが母上、本当に誰よりもお強い。さすがの腕前です。よし、敵退路を確保できたな。大将たる私に皆ついてまいる。だけのことはあります。突き抜けた愚か者の破壊力、うちの子たちの未熟さなんて吹っ飛ぶわね。